ドメニコ・モレリはイタリアの画家である。ナポリ美術アカデミーの校長を務め、19世紀にナポリで活動した画家を代表する人物である。1886年にイタリア王国の上院議員に選ばれた。ナポリに生まれた。生まれた時の名前はドメニコ・ソルディエロで革命運動に参加した1848年に生にモレリを吹かし、 その後、モレリだけを生徒した。1836年にナポリの美術学校に入学し、初めの頃はロマン主義の作品を描いていた。1848年にローマ留学の資格を得られるコンペティションに優勝するが、1848年革命がナポリに波及するとナポリに戻り、抗議者のバリケードに加わり、重傷を負い、一時投獄された。 1850年にフィレンツェに移り、作品が認められた。1855年にロマン派の画家、フランチェスコ・サベリオ・アルタムーラとマッキア派の画家セラフィーノ・デ・ティボリ、セラフェノ・デ・ティボリと共に、パリ・万国博覧会の展覧会に参加した。フィレンツェに戻った後、マッキア派の画家たちとの海外に関する議論に加わり、モレリのスタイルは変化した。 1850年代後半は各地で装飾画を描き1857年までにナポリに戻りナポリでも装飾画を描いたイタリア王国が成立した1860年代になるとナポリのカポティモンテ美術館の作品の新規購入などの諮問委員に任命されコレクションを管理した1868年にナポリ美術アカデミーの教授に任命された モレリの教えた学生には、ヴィンチェンツォ・ブリュット・セイジー、アントニオ・マンチーニ、ジョバンニ・ボルテーニー、ウリッセ・カプート、ゲンナ・ロ・パルドラがいる。聖マウリツィオ・ラザロ君賞などを受訓し、1886年6月、国王によって上院議員に任命された。ありがとうございます。